古坊神社は、栃木県鹿沼市草牛にある神社。祭神は、日本穂高。天狗が祭神の使いとされ、天狗の者としても知られる。神仏集合の時代には、日光主元の道場であり、火布施や宝作、尊内安全の神として、庶民の崇計を集めるなど、古坊信仰の中心となった。神社が鎮座する大足川源流一帯は、古坊が原と呼ばれる。 小峰さん、小部ヶ原様とも呼称され、また、古本とも表記される。東日本を中心に、数傾社による、小峰ヶ原公、古坊公などの公が活動している。創始年代は不明。神社公式ウェーブサイトによれば、創建は今を去る1304年の昔という。下津神社園各市に載せる社殿によれば、藤原隼人という人物が、京都より、 当地に移って邸内に日本穂高を祀ったのが神社の創建とされており、この隼人が石原を加盟として、四官石原家の祖先になったという。隼人は日本穂高に仕えた家臣であったともいう伝承もある。日本穂高が当製の折に着用した服の肩袖を身体にしていたというが、明治期にはすでに失われ、交渉のみになっている。日光山海産の祖である。 衝動商人は、古坊が玄塚山共枝の宿で3年間の修行の後に、天王二年に南大山に登ったとされる。これにより、日光八章の地とも呼ばれるといい、山岳信仰の霊地であった。この由緒に基づき、神仏が集合していた時代には、日光前山二十六院八十坊の僧侶は、古坊が原で修行をする習わしであり、花友坊は、 日光入り法の重要な修行であった。下野家神社遠隔誌によれば、日光へ赴く修行像が、石原家に投宿して、雪中の案内を行い、以後恒例となった。日光にあった、金剛同時の像を、日本穂高と共に祭り、金剛宝言元と呼んだという。明治初年の神仏分離に伴って仏具は撤去され、祖先、石原隼人が祀った日本穂高の実を祭神として、 フルボ神社と合したという。1966年にフルボ神社と日光山、幸運立院の共催により、花友邦が、ともえ祭として復興されている。宮城県岩沼市の金蛇水神社境内にある、フルボ神社の石祠日伏せの神として知られるほか、豊作、金井安全、村内安全などの神として、尊数を集める。 下津神社園各市が載せる神社の縁起によれば、研究年間に、那須郡のある村でズメによる稲への害が、著しかった際、村の老人の夢に、白衣の沖縄が現れ、古坊の大御神に、祈り受けせよと告げた。村の代表者が参詣して神符を持ち帰るとたちまち、災いは消滅した、と伝えており、霊言新たかな神とされた。小峰ヶ原公也 フル防校などと呼ばれる校が近世に組織され、現代でも活動している。校獣の数は公式サイトによれば、全国に約2万、民族学者の調査によれば2003年時点で、東北から関東甲信越地方に2900校、余りがあるという。福島県郡山市湖南町の事例によれば、集落ごとに小峰ヶ原校が編成されており、基本的には、 集落の前後が加入している。集落内に古坊神社の石灯を混流しており、抽選によって2名から5名程度の第三者を出している。現代では地元の観光バス会社が第三バスツアーを提供しており、地域の校が合同で参詣しているという。なお、集落によっては小峰ヶ原校と共に成田校が組織されていたり、あた信仰に由来する。 別家工が共に行われていたりする。天狗は祭人の使いとされ、数形者に災難が降りかかった際には飛翔して災難を取り除くとされる。数形者からは心願成就の際に天狗の目ミや変額異議物が奉納される。古望遠広大な境内の中には日本庭園、古望遠がある。岩木渡太郎の策定によるもの、ありがとうございます。